レバノン北部にある児童福祉施設。 NGO が運営するこの施設では、内戦で親を失った3歳から14歳まで90人の子どもたちが暮らしています。子どもたちは戦火を逃げ惑ったトラウマや親を失った悲しみを抱えています。心の傷を癒すための特別な授業も取り入れています。シリア中部から来たスアドさんはこの施設で1年暮らしています。スアドさんの父親は5年前空爆で命を落としました。戦火を逃れシリア国内を転々とする中、母親の行方もわからなくなりました。なんとかレバノンに逃れてきたものの、親戚の間をたらい回しにされ、一人でこの施設にやってきて保護されたのです。كانوا يعني عماتي عم يدوروا على بابا وقت لقوه مستشهد يعني وقت بستقلوا بتفرج على الصور وهيك بيبكي مش عارفه ان بابا في الدم دلوقتي صح؟ スアドさんが入所したばかりの頃に描いた絵です。恐怖やショックで暗い色合いの悲しい絵ばかり描いていました。それが施設の支援を受けて、同じ境遇の子どもたちと暮らすうちに、少しずつ心を開き、今では授業にも積極的に参加するようになりました。للي جاي حتى حقق حلم لنا انه انا حابه انه ارجع على سوريا ان شاء الله وكون دكتوره مشان اعالج المرضى وهيك. しかし子どもたちの未来への希望をつなぐこの施設も運営が厳しくなる一方です。親を失い逃れてくる子どもが増える中、予算は逼迫し、これ以上子供を受け入れることができません。内戦による混乱の中で見えない希望の光。はい、再び島崎さんに聞きます。島崎さん。混迷のこの。